連続テレビ小説、虎に翼、NHK、で、ヒロインサダ・トラコ、ふとおさり、の大学時代のクラスメート大場梅子役を演じる平岩氏、44。弁護士の夫と3人の子供を持つ一番年上の同級生という役どころで、落ち着いた物腰ながら、おちゃめな面もある梅子を平岩は存在感たっぷりに演じている。舞台が戦後に移り、物語からはフェードアウトしているが、6月17日時点。 先日の新キャスト発表で梅子の姑役としては塩町子の登場が明かされると梅子さん再登場あるんだと SNS ではファンが色めきたった学校におにぎりを毎日のように作ってきてくれるなどみんなのお姉さん的存在だった梅子さんは結婚後 すぐに長男を出産したものの、夫同様に傲慢、傲慢、な人間に育ってしまい食いていることを第18話、4月24日放送で明かしました。夫と離婚するために、私は法を学んでいる、と話し、次男、三生の親権が欲しいとトラコに打ち明けると、涙した視聴者も多く、SNS でもたった15分でボロ泣きしたなど感動の声が多く上がっていました。 同時に、平岩上氏に母心を語らせると説得力が半端ない、と平岩さんの演技力を褒めたたえるコメントも多かったですね。司法試験当日に夫から離婚届を突きつけられ、結局試験を受けることができずに彼女の話は終わったんですが、その後どうなったのか、どんな形で再登場するのか、視聴者の間では推理合戦が始まっています。 朝ドラで注目を集める平岩だが、同じく4月にスタートした山下智久主演のドラマ、ブルーモーメント、フジテレビ系、でも主要キャストの一人で山下の上司役を演じている。第7話、6月5日放送、では、土砂崩れからはるはら、山下を救おうとして身代わりとなり、翌週に彼女が亡くなったことが明かされると、SNS では視聴者から悲しみの声が多く上がった。 平岩さんといえば、物語の脇を固める名媒プレイヤーとして数々の作品で存在感を発揮しています。俳優になろうと思ったのは、三者面談を翌日に控えた高校三年生の時だったそう。ふと役者をやってみようかなと思い、母親に相談したところと背中を押してくれたそうです。高校卒業後は俳優を養成する専門学校へ。 そこでは、周りの目を気にせずどんな役でもできるようになるため、恥をさらすという授業が多かったそうですが、それを結構楽しめたと取材で話していました。もともとは極度の恥ずかしがり屋で人前に出るのが苦手だったといい、卒業して間を空けたら二度と芝居なんてできないと思い、恥ずかしさに慣れているうちに俳優の仕事を始めようと考えました、と意外な事実をインタビューで明かしていたこともあります。 その後、劇団、大人計画のオーディションを受けることになった平井は。なんと、遊園地の景品でもらったひょうのかぶり物とサングラス姿で、ホルンを吹いたというから驚きだ。これは受け狙いではなく、自分を覆って目を隠せば審査員の視線を意識しなくて済み、緊張感が多少緩和されると思ってのことだったという、マイナビ転職。2020年3月20日配信。結果、見事合格したのだが、 後に劇団主催の松尾鈴木氏は彼女の採用理由についてちゃんと恥ずかしさを持っていたからと話したという。実は平岩さんの髪という名前の名付け親も松尾鈴木さんです。平岩さんの肌が髪のように白かったことに由来しているそうです。平岩さんは数々のドラマや映画、舞台に出演してきましたが、お茶の間の認知度が上がったのは12年から出演したファブリーズの CM ではないでしょうか。 夫役の松岡修造さんと3人の息子たちとのコミカルなやり取りで妻母親役を公演していました。ドラマ出演作品は「木更津キャッツアイ」「トトネータン」「これは経費で落ちません」など正直何をあげればよいか分からないほど多くの作品で印象的な役柄を演じています。業界内では彼女の出演する作品は「当たり」が多いとも言われています。一方 プライベートでは2020年にロックバンド富士ファブリックの山内総一郎と結婚。出会いのきっかけは松尾鈴木が作、演出を手がけた番組、松尾鈴木アワー、恋は、あなたのおそば、NHK2016 年、だったという。平岩は、純粋なものと共鳴できる綺麗な方だと思っておりますと山内についてコメントし、一方の山内は、世代や生まれ育った場所も近く。 同じ表現者としてとても尊敬しています、とそれぞれコメントしていた。また、出産時期や性別については発表していないが、2023年6月3日、第一子出産が報じられており、平岩は一児の母でもある。 現在、44歳の平岩だが彼女の芸名の由来となった透き通るような美肌は女性誌でも注目されている、美的グラン2024春号のインタビューによれば、プライベートでは眉を描く程度で、ほぼノーメイク。日焼け止めもほとんど使ってこなかったほど、美容には無頓着というから驚きだ。肌を気にしすぎないことが私にはいいのかもしれないと気づきまして、40代になると、 鏡を見る時間がぐっと減りました。笑、と同士で本音を明かしていた。ただ、舞台でバックヌードになることもあるため、体を引き締めようと始めたキックボクシングは8年も続けているという。エンターテインメントジャーナリストの中村祐一氏は平岩の魅力についてこう分析する。確かな演技力に支えられた存在感があり、おとなしい雰囲気の中に潜む芯の強さ。 秘めた意の輝きをを感じさせる演技には目を見張ります大人計画、出身なので芝居の基礎はもちろん、表現力も折り紙付き、個人的には清原かや主演のドラマ、透明なゆりかごで演じた、糖尿病を患い両目の視力を失いながらも妊娠を継続する妊婦の役が印象に残っています。また 恋は続くよどこまでも心の傷を癒すということなど医療ドラマへの出演が目立つことから主張しすぎないその透明感が医療の現場に似合うのかもしれませんプライベートが謎めいているところもイマジネーションをかきたてられ興味を惹かれます年齢も含め良い時間の重ね方をしていると思うのでこのまま俳優として息の長い活躍を続けてほしいですね唯一無二の存在感を放ち 人々を魅了している平岩。梅子さんの再登場とともに、平岩の今後の出演作品にも注目したい。